ハロー YouTube、今日はですね、酒米純米大吟醸想定内想定外の、田んぼにやってまいりました。今から入れ替わりがします。これがあの大吟醸になるわけですけれども、はい。で今日のですね、動画のネタなんですが、自民党の総裁、先日決選投票で高市早苗さんを破って石破茂さんが何度目かの挑戦でですね、ついに自民党総裁になりましたので、国会が開かれて、そちらの方でですね、首班指名、まあ首相に指名されると思います。そうすると、石破新首相の下でですね、解散をすると、解散総選挙をすることが有力視されております。10月7日、8日ぐらいに解散を打って、15日に公示、告示してですね、そして28日選挙ということで、かなり短いスパンで選挙が行われることになりそうです。まあ、幹事長森山さんというですね、非常に苦労人の方に決まったりとか、政調会長は高市早苗さんに打診したけれども、なんか、拒否されたりとか、選対本部長に国民的な人気と知名度を誇る、小泉進次郎さんが、なったりとかですね。で、菅さんですね。菅元首相が副総裁で、処遇されるということで、麻生太郎氏のですね、元副総裁、今ね、元副総裁なんかはですね、かなり力を失ってきたんではないかなというふうに言われております。まあ、ただですね、挙党一致体制で、今回の総選挙を臨まなければいけないのは自民党も同じだと思います。立憲民主党の、代表がですね、野田佳彦さんになったということでですね、まあ一番多分手強い相手になったと思いますので、まあ裏金問題、裏金議員が、推薦人に名を連ねている高市早苗さんではなかなか戦うの難しいんじゃないかなと自民党の方々、特にその議員の方々はですね、国会議員の方々は判断されて石破さんになったんではないかなと思います。石破さんは非常にですね、田舎の自治馬場に人気があるわけですね。今回も党員党友、特に田舎で、高市さんよりもですね、石破さんの方が票を取ってたというところもあって、田舎の自治馬場、高齢者には強いんですけれども、都会だったりとかですね、若者に対してはまだそこまで人気がないということで、小泉進次郎さんを選対本部長に抜擢したということだと思います。彼の場合自分のところの選挙も強いので、各候補者の応援にも回れるんじゃないかということで、まあ党ナンバー4のポストではありますけれども、そちらの方で経験を積んでいくということになるでしょう。またですね、長年石破さんを応援していた平正明さん、なんかがですね、閣僚に抜擢される見込みでですね、まあイノベーションスタートアップを応援する、そういった政策は変わらないんじゃないかなと思いますし、まあ現実的にですね、法人税の増税だったりとか、をやるとですね、あるいはその金融所得課税の強化なんかをやるとですね、経済が冷え込むことは当然分かっているし、周りの側近たちがですね、石破さんに進言をすると思いますので、思ったよりそういった政策というのは、まあ、岸田内閣の時もそうでしたけれども、新しい資本主義なんて言ってましたけれども、結局ですね、それは、いつの間にか撤回されてたということなので、まあ、そこまで僕は株価とかに対するですね、経済のクラッシュに対する懸念はないんじゃないかなというふうに思っております。総選挙、こんな早いタイミングで総選挙をやるというのはですね、これテレビ的な戦略もありまして、まあ要はですね、今自民党の総裁選も一色報道、政治は その報道一色だし、まあ首班指名までですね、ずっとテレビを追い続けるわけですけれども、その直後に総選挙ということにな、解散総選挙ということになればですね、公平性の観点からですね、他の政党のですね、ネタってあんまり、まあ要は皆さん平等に、国政政党は平等にですね、放映しなければいけないという形になるので、まあ自民党としてはですね、それが一番、勝てるパターンだというふうに考えてるんではないかなと思います。またですね、維新の勢いも、落ちてきている中でですね、もしかしたら今回自民党、前と同じぐらいの議席を、維持できるかもしれませんね。石破さんクリーンなイメージもありますので、裏金議員を、もう主要ポストから外すなり、
下手すると公認しないなんてこともあるかもしれませんということで、今日はですね、自民党総裁石破茂さんがなって解散総選挙が早まりそうだと、そういったお話をさせていただきました。いってらっしゃい。